全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。次のキャンパーさんなんですけれども、非常におしゃれなキャンパーさんをちょっと見つけてしまったので、ちょっとお伺いしてみようと思います。はい、あのタナチャンネルのタナと申します、はい。よろしくお願いします。すごいおしゃれなキャンプギアがたくさんあるんですけれども、ね、ちょっとあの一つずつお伺いしたいんですけれども、はい、あのまずキャンプはどれぐらいの歴史されてるんですか？1年半ぐらい。1年半ですか？1年半でこれ全部揃えたんですか？はい。すごいですね。1年半でこれって半端ないですね。結構かなり使いましたね。はあ、確かに。ちなみに総額だと、もういやー、どんぐらいでしょうね。150とか。150はいってると思うんですよ。そうですよね。はあ、なるほど、うん、ちょっとじゃあ早速なんですけれども、まずこの焚き火台、はい、これは何のブランドですか？山賊マウンテンさんの、はい、はい、マウンコルですね。これ L サイズですか？そうですね、でっかいサイズです、うんうん。で、まあ、サイドテーブルが4つ置かれていると。そうですね。どうですか、使い心地は？いや、あの、いいですよ、かっこいいし、うんうん、めちゃくちゃかっこいいですよね、うん。で、このランタン、これなんかすごい、これデイツの、うん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 、安いですけど、はあはあ、これってこれ色って黒いですけど、まあ、灯油使っちゃってるんで。なるほど、すすがもうずっと残ってくるって感じなんですね。燃料統一するために灯油使ってるんで、うんうんうん、そうなんですね。はあ、はあははあ、はで、この横のが、これは竹井バーナーですかね、はい。これがあるとやっぱ多少暖かいですか？全然違います。足元やっぱ違いますね。あ、割と薄着じゃないですか？そんなことないですか？いつもそんな感じですか？僕そうですね、結構インナーが暖かいんで。あ、そうなんですね。はあ、はあははあ、ね。で、これがケトルと、はい、これは何というメーカーのケトルなの？ファイヤーサイドのグランコッパーケトルっていう、はい、まあ、銅でできたケトルなんですけど、すごい大きくてたくさん沸かせる、うんうんうん、確かにいいですよね。銅ができてるんですぐお湯が沸きやすいというか。で、こちらが山賊マウンテンさんのランタンポールですかね、これ、ね、に、これ吊り下げてるのは、これはどのブランド、なんていうブランドなんですか？アシモクラフトさんの、はい、まあ、斧だったり、うんうん、ハンマーだったり、火吹き棒だったり。あー、はい、なるほど。で、これ山賊マウンテンさんでしたっけ？はい、はあ、はあ、なるほど。いや、実は、山賊マウンテンさんの、その代表者の方に、はい、取材に行って、いろいろお伺いしてきたんですよ。で、じゃあちょっと横に移ると、このサイドのこれが、このテーブルは、これは何というメーカーなんですか？これはザースさんの、はい、ヘキンドルっていうテーブルです。ヘキンドル、はい、六角タイプの、インスタグラムとかですごく有名な、はい、どうですか、この使い心地というか。いや、いいですよ、簡単に組み立てられるし、うんうん、あのデザインもすごい可愛いんで、あ、聞いてます。はあ、はあはあはあ、なるほど。この辺りは何なんですか、こういうのは？これはグラインドロッチっていうガレージブランドさんの、まあ、スツールなんですけど、うんうん、台にもなるし、テーブル、あの椅子にもなるし。あー、はあ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 。裏表もあのデザインが変えられるんですよ。あ、そうなんですね。こうやって、お、なるほど。両面にデザインが施されていて、まあ、気分によって変えられると。はあ、はあはあはあ。で、このちっちゃいのが、この弟みたいな感じの、はい、弟サイズと、はい。で、またこれイエティが、イエティ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 、4つ。何を入れてるんですか、いつも？あ、まあ、ソフトクーラーと、はい、ハードクーラーと、はい、道具入れ。あ、この中にあのキャンプ道具を入れてると。そうですね、結構雑に入っちゃってるんですけど。おー、すごい。こんな感じで。はあ、なるほど。あ、で、まあ、バーナーであったり、ね、シェラカップ。あ、結構大人数で行かれることも多いんですか？そうですね、行きますね。うん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 。このタープは、はい、これは何というタープなんですか？これ、あの、ザースさんのマクオっていう。マクオ。ほー。あ、タープとかも売られてるんですね。あ、そうです。これなんかどういった特徴があるとかあるんですか？あ、これは、僕の知ってる知識だと、はい、あの、何年加工がされてるんですよ。はい。なんで、タープの中でも、キビが全然気にせずできるっていう。確かに、もう真下ですもんね。そうですね。全然燃えないんですか？燃えないですね。で、あの加工がされてるんで、熱が反射して、はい、熱がこもりやすくて。あ、なるほど。暖かいんですね。はあ、すごい、素晴らしいですね。ちなみにあの椅子、はい、あの椅子は上に乗せてるのは
ラグ、はい、ラグを乗せて、椅子自体は何というメーカーなんですか？あのカーミットチェアで、はい、ネイタルデザインさんとのコラボの、はあ、結構しますよね椅子。いくらでした？あれ本体が3万5千円ですね。3万5千円。あの上のやつはいくらなんですか？あれコスト、あれコストコなんですけど。あ、そうなんですか。あ、1個7千円で。はあ、で後ろにサイドストレージですかね、はい、ヘリノックスの。あ、はあ、肘も変えてみたいな。あ、肘も変えてるんですね、はい、お、じゃあもう相当カスタマイズで使ってるというか。はあはあはあ、なるほど。このランタン、これは何というランタンなんですか？わあ、ヴィンテージランタンなんですけど、はい、確か名前がレインボーランタンっていう。めちゃくちゃかっこいいですね。そうそう、これも灯油で。そうですね。さ、まあこのポールは山賊マウンテンさんのものですね。はい、で、こちらが、これはまあポールというか。そうですね。韓国のミニマルワークスっていうブランドなんですけど。あ、これも韓国のブランドなんですか？そうです。でもなんかいろいろかけたり、ハンガーとか使えば洋服も確かに地面につかないぐらいの、うんうんうん、冬とかはやっぱ洋服ってどこにかけたらいいか分かんないで、確かにそういう時に重宝します。なるほど。この四つ角のこれがゴールゼロっていう。ゴールゼロ、はい、防水だし、はい、USB で充電できるし。あ、そうなんですね。じゃあ四隅が、ま、キラッと光るみたいな感じなんですね。そう、結構明るいです。しかもへー、でそのポールの上にルーメナー2を、はい、あ、結構明るいですね。じゃあこの中はもうしっかりと、なんか料理するときとかは結構明るくしたいなと思う。めちゃくちゃこだわってますね。そうですね。どこでこういうなんか情報というか見つけるんですか、アイテムとか？あ、もう始めたときにインスタを見漁って、はい、なるほど、こうみんなどういうのを使ってるのかなって、うんうん、そこから入って、うん、真似ですよね。もうあ入って自分が好きなものを集めていった。なるほど。はあはあ、じゃあちょっとあのテント、はい、僕大好きなヒルバーグがちょっと気になってるんですけれども、こちらのテントはヒルバーグの何というモデルなんですか？サイボっていう。サイボ、はい、うーん、一応3人用なんですけど。あ、3人用なんですね、はい、あ、じゃあタラの1個上のものですかね、2人用で。サイタリスの弟みたいな。サイタリスの弟。おお、めちゃくちゃかっこいいですね。こう左右対称がいい感じですね。おー、で、中はシュラフは何というメーカーなんですか？1個がナンガで、はい、1個がスナックバッグ。あ、どれぐらいのスペックなんですか？ナンガは、はい、もう 900g ダウンが入ってるんで、はい、マイナス10度ぐらいは。あ、そうなんですね。あ、じゃあかなりナンガはスペック高いものっていうことですね。で、その左のはマイナス5度ぐらいまでいける、はい、これ違う、河川なんですけど、はい、化学繊維。うん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 。じゃあ今日はこの下には何を引かれてるんですか？まあ、結構です。あ、もうかなりすごいですね。これは何ですか？これまずこの下に、はいはい、このサーマレスト、サーマレストを敷いて、はい、で毛布を敷いて、はい、でその上にこのニトリのこれめちゃめちゃ良くて。あ、すごいですね。これめっちゃ分厚いですね。これカーペットですか？あ、そうです。で蓄熱して断熱できるんで、うんうん、ウレタン入りで醤油。なるほど。あ、でさらに中にこれは何でしたっけ？岩谷のカセットボンベの、うん、そうですね。はあ、はあはあはあ。へえ、これやったらもう全然あったかいですか？あ、もうこのぐらいのサイズだったら一瞬で。なるほど。いや、めちゃくちゃこだわってるな。で、あれは作られたんですか？まあ今日作られたんですか？なるほど。それが作る。はいはいはい。なるほど。で車なんですけれども、こちらの車は何という車種を使われてるんですか？トヨタのランドクルーザーです。ランドクルーザ ー、これ今どれぐらい使われてるんですか？何年ぐらいですか？まだ4ヶ月ぐらい。4ヶ月、うん、じゃあ買ったばっかって感じですか？そうですね。中古で買われたんですか？そうです。ちなみに大体おいくらぐらいするんですかこれ？ざっくりちょっと壊れてるところもあったんで、はい、直して300円。あ、カスタマイズ結構されてるんですか？いや、全然そんなことは。物がされてあったの。あ、そうなんですね。ちょっとインチアップしてたりとか。あー、はあはあはあ。なるほど。なんかこの車のランクルのこだわりポイントみたいなのあるんですか？こだわってる場所というか。特に自分何もしてないんであれですけど、うんうん、まあインチアップしてるのかっこいいのと、タイヤもかっこよかったんで、はあはあはあ、これいいかなと思って。なるほど。なんでこの車に決めたんですか？まずキャンプ始めた時に NBOX 乗ってたんですよ、はい、でちょっと大きいの欲しいなと思って、うんうんうん、まあ
ばあちゃんも、はい、おじさんもランクに乗ってたんで、はい、ちょっと憧れがあってこれにしました。なるほどなるほど、はい、あ、じゃあまあ昔からちょっとこうランクルにそうですね、ちょっとまあ気になってたというか、はい、かなりこう武骨でかっこいいですね。いや今日は本当にいろいろとお聞かせいただきどうもありがとうございました。すいません。